フィルギアはスウェーデン海軍の装甲巡洋艦。本艦はスウェーデン海軍が自国の沿岸警備のために作り上げた装甲巡洋艦で1910年4月14日にストックホルム造船所に発注され竣工した。本艦はスウェーデン海軍が初めて装甲を持つ巡洋艦として建造された。持ち前の防御力により配下の魚雷艇の突撃時に戦隊機関として 火力支援を行う役割があった。写真は近代化改装後の本艦船体形状は、高い還元を持つ平ら看板型船体で概要での、しのげなみ性は良好であった。水戦下に昇格を持つ艦首から、時刻防砲射性、1903年型15.2センチメートル速射砲を、連装砲塔に収め、艦首看板上に一機配置、下部に司令塔を組み込んだ。 環境構造は左右に船橋を持つ箱型とし、その背後に一段の見張り所を持つ探訪式のミリタリーマストが立つ。環境の背後に等間隔に並んだ三本煙突が立ち、その周囲にはキセル状の通風塔が立ち並び、外縁部は関西邸置き場となっており、三番煙突後部のグースネック型クレーン2機と2本1組のボートダビットが、 片言二組ずつ、計四組で運用された。船体中央部の原則甲板上には1 5 2トル連装砲塔が、片言一基ずつが配置している。後部甲板上には簡素な観脚式の水、そして後部甲板上に後ろ向きに1 5 2トル連装砲塔が一基、配置された。 本館は1930年代後半の1939年から1941年にかけて士官候補生用の練習館として近代化改装が行われた。外観上の変化は、監視形状がクリッパー型監視に成形され、環境構造が教室設備を含むために大型化して、等型環境となり、全部マスト簡素な単足型になるとともに、後部マストが撤去された。 また、機関が乾燥されて、ボイラー数が減少したので3本煙突のうち、環境側の1本を撤去して、カンネルキャップのついた2本煙突となったのが、識別点である。写真は近代化改装後の本館を、右辺から撮影した写真手法は、ボフォース社の新設計の1903年型15.2センチメートル速射砲を採用している。その性能は、 重量4 5 8キログラムの砲弾を最大行角30度で13,716メートルまで届かせることができた。不要能力は行角30度、深く5度である。さらに、旋回角度は左右120度の旋回角度を持っていた。砲塔の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は電動で補助に人力を必要とした。発射速度は 毎分3から4発である。ボフォース 2.5cm 機関砲。本館は1939年から1941年にかけて近代化改装が行われ、この時に 5.7cm 速射砲と 38.1cm 水中魚雷発射艦を全撤去した代わりに武装を一新した。対空兵装として航空巡洋艦。 ゴトランドにも採用されているボフォースモデル 19287.5cm 広角砲を採用した。その性能は 6.8kg の砲弾を行角45度で最大射程 14000m を最大行角90度で最大射高1万メートルまで届かせることができた。これを単装砲がで4機を搭載した。砲がの不行能力は行角90度、深く5度である。 さらに、旋回角度は左右百五十度の旋回角度を持っていた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分十二から十五発である。他に近接対空火器として、ボホースートル機関砲を、連装砲がで二機、ボホースメートル機関砲を、連装砲がで1機、ートル機関砲を連砲がで機、 単装砲がで1機装備した。他に対艦用に53.3センチメートル魚雷発射艦を連装で2機を搭載した。本艦は当時の列強の装甲巡洋艦と同じく水戦部を広範囲に防御する減速装甲を持っていた。水戦部は最も厚い部分で100ミリメートルであり、艦首と艦尾の末端部で35ミリメートルまでテーパーした。一方、 半板防御は平坦部は 25mm から 35mm 走行で、減速走行と接続する傾斜部は 50mm 走行が貼られた。ありがとうございます。